はい、皆さんこんにちは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、まあ、先日のニュースでね見た中でですね、まあ、どこかこの僕の体験したことと似ていたことがありましてですね、まあ、そんな僕の実体験を交えながらね、ちょっとお話しさせていただきます。ちょっと長くなりますけどね、今日は長くなるんですけどもね、ちょっとどうかね、最後までお付き合いお願いします。でね、まあ、ここ最近、その3月の半ばからね、その世界を騒がせている、その某ウイルス感染症でのニュースでですね、それの重症化を引き起こしてしまうね、その免疫細胞の暴走を防ぐべく、新薬がですね、開発中で、その、まあ、治験っていうのがね、行われるということで、ね、まあ、それをニュースでやってたんですけどもね、まあ、その、まあ、ニュースを見てる人は、見た人は知ってると思いますけどもね、あとまあね、その僕の動画を見てくれてる人たちっていうのは、まあ、大人の人でね、まあ、健康とか病気に、ね、敏感な人が多いので、もうご存知と思うんですけども、これはね、その日本のね、製薬会社が開発したらしいんですけども、その新薬っていうのはですね、人間の脂肪からですね、抽出した肝陽系幹細胞というものらしいんですよ。もう一回言いますね。その人間の脂肪とかあるでしょ？僕は今ちょっとね、あんま脂肪ないんですけども、おかげさまでね。まあ、脂肪からね、抽出した、肝陽系幹細胞というものらしいんですよ。まあ、それをね、点滴でね、体の中に入れて、その免疫細胞の暴走っていうのを抑えてしまうという治療法で、あの、某新型感染症のね、その重症化っていうのを防ぐやり方のようです。そのね、点滴でね、肝細胞を入れるって、あれですよね、もう、あの、まあ、僕がやったね、末梢血幹細胞移植とね、同じ匂いがね、するんですわ。あのね、骨髄移植という言葉が一般的には有名なんですけども、本来は造血幹細胞移植というのが正式名称で、その中の骨髄移植と末梢血幹細胞移植と再帯血移植というこの3つがね、あります。この話をね、始めるとついついその話が長くなってしまいますので、今日はしません。ちょっと話を戻しますね。詳しく説明しますとですね、肝陽系幹細胞がね、その新薬になるという、ね、ニュースなんですけどもね、人間の脂肪からね、抽出した、肝陽系幹細胞というのが、サイトカインストームを抑えることができるらしいんですよ。すごいことを思いつきますよね。ちなみにね、サイトカインストームというのはですね、サイトカインというタンパク質があるんですけども、体内でね、ウイルス感染が起きるとですね、その細胞というのはですね、サイトカインというタンパク質を出してですね、免疫細胞を呼び寄せるんです。で、このね、免疫細胞が感染した細胞を攻撃することで、細胞ごとウイルスをね、死滅させてくれるんですよ。でしかしですね、死滅させてくるんですけども、しかしですね、そのサイトカインがね、こう働きすぎるとですね、免疫細胞も過剰になってね、うわーってね、こう呼び寄せてしまいすぎるようになって、その全身のね、正常な細胞、元気な細胞、普通の、病気になってない、ウイルス感染してない細胞までも攻撃してしまうんですよ。もうこれは怖いことですよね。まあ、どこかね、癌細胞と似てるようなことがね、ありますよね。で、ほんでね、その免疫システムの暴走ということで、サイトカインストームというね、名前になっております。なので、これを抑えるために、肝陽系幹細胞そのものを点滴で血管の中に入れて、体中にこう巡らせていくようなんです。この肝陽系幹細胞っていうのはですね、アメリカで行われた研究ではですね、その骨髄から作った肝陽系幹細胞の投与で、陽系幹細胞を体に入れるやり方で、重症患者の、ね、12人のうち、ね、9人が、10日以内に人工呼吸器を外すことができたというね、でその後、退院しましたよという結果がね、出てるっていうんですって。すごいですよね。なのでね、その日本の某製薬会社っていうのはですね、アメリカが骨髄から作った肝陽系幹細胞に目をつけて、というか注目して、目をつけてたらね、嫌な言い方ですけども、というか、注目をして、肝陽系幹細胞を抽出できる脂肪から作り出すことに研究を重ねて、まあ、この度開発に至ったみたいなんですよ。
すごいですよね。まあ、そもそもね、抽出するにはね、その脂肪をね、採取せなあかんと思うんですよ。そもそもね。だってね、まあ、そのね、脂肪っていうのはその辺に転がってるわけじゃないですからね。人間の体の脂肪からね、まあ、取らなあかんわけですからね。そういうことをせなあかんわけですよ。先にね。まあ、しかしですね、まあ、僕の経験からね、こう言わせていただきますとですね、その人間の体内からね、体からね、細胞を採取するときっていうのは、そのまず麻酔をしてですね、メスを入れるか注射器で吸い取るという行為をね、まあ、僕はしたんですけども、あれね、麻酔でもね、局部麻酔やったらね、めっちゃくちゃ痛かったんですよ、ほんまにね。このようなものかとは思われへんぐらいの痛さがね、最初に感じて、まあ、衝撃的でしたね。まあ、僕の場合はね、その、まあ、3つありまして、3つね、骨髄腺腫という腰に局部麻酔をして、その腰の骨からね、あの骨髄液をね、注射器で吸い上げるように、まあ、採取した時にね、まあやった局部麻酔っていうのがあったんですけど、それも痛かったし、その採取している最中もね、痛かったんです。あとね、声帯検査っていうんですかね、みんな略して声検って言ってますけどもね、その声検で、この僕ね、左腕、このね、上腕二頭筋の外側、ちょうど今こう黒くなってるとこあるでしょう、まあね、見えにくいと思うんですけどね、ここにね、あのほんまに採取した跡があるんですよ。そこにね、こうまずブスって局部麻酔をしてですね、注射をしてですね、その皮膚、ここの皮膚からメスでね、こう肉片をね、採取した時もですね、まあ、その局部麻酔をされた時に、もう体がビクってなって、もう電撃が走ったかのようにね、衝撃あって、ほんまにびっくりして、もうね、痛すぎてね、思わずその、まあ、こっち左腕やったからね、この空いてる右手でね、こっち側に出る先生の頭をね、バッチリこう叩きそうになるぐらい痛かったんですよ。ほんまにね、ものすごい痛かったし、なんか腹立ったんですよ。イラッてしたんですよね。でも、まあ、ほんでね、その採取してる時、このメスを入れられてね、肉片を取られる時っていうのは、まあ、感覚がないので、まあ、痛くなかったんですけどね、それは良かったんですけどね。でもね、まあ、その後がね、まあひどかったんですよ。その左腕をね、メスでね、その肉片をね、採取したんですけどもね、そのメスを使ってるはずやのに、なんかね、彫刻刀で削られたような感じのね、傷口やってね。ほんでね、まあ、そこをね、まあ、塗ってくれるんかなと思ったんですけどもね、なんかね、こうテープでこう開いてる傷口をね、この、まあ、こう傷口とするじゃないですか。ほんならこの傷口をね、こうキュッとこう引き寄せる、両側がこう引き寄せる感じで、テープをね、貼られるというやり方をされてですね、あの、まあ、先生が言うにはね、まあ、これで傷口はひっつきますのでって言ってましたけどね、まあ、その処置が終わってね、その時ね、その病室に帰ってくる頃にはですね、勝手にテープが剥がれるしね、パッてこう傷口を見たらね、あのパックリ開いてるしね、なんやねんこれって感じで、ほんまに。ほんでね、まあ、すぐにこうナースコールを押してね、看護師さん呼んだらね、まあ、皮膚科のことなんで、皮膚科の看護師さん呼んでいきますって言われて、で、まあ、外来にいてる先生が処置してくれたんで、まあ、外来に行ったんですよ。で、その外来で処置してもらってから、外来からわざわざその外来にいてる看護師さんが来てくれたんですけどもね、まあ、その看護師さんもテープをこの、ギュッとこう貼り直してくれただけで、まあ、まだそのテープもね、すぐ剥がれるしで、まあ、結局のところね、まあ、なんで剥がれるかって言うたら、この局部のところにね、あの消毒の塗り薬をね、あの、まあ、イソジンのクリームみたいなやつなんですけどもね、それをね、塗ってね、その上からね、そのテープでね、傷口をこうギュッて引っ張って引っ付けるもんですから、まあ、テープの粘着力がね、弱くなってしまうんですよ。だってクリーム塗ってますからね、その、まあ、イソジンのクリームを塗ってるんで、まあ、軟膏みたいな、まあ、クリーム塗ってますんでね、それはね、粘着力が弱くなるじゃないですか。そんなん素人の患者の僕でもね、分かることじゃないですか。それやのに、そのまま上からガーゼを抑えられて、まあ、これで我慢してください的な感じの雰囲気を醸し出してね、その看護師さんね、外来へ帰っていきました。ほんでね、まあ、そのガーゼをね、定期的にこうね、あの交換せなあかんということで、まあ、1日に2回皮膚科からね、外来からね、看護師さんがですよ、来られるんですけども、まあ、そのたんびにね、僕がね、まあ、これ縫わんで大丈夫なんですか、きれいにひっつくんですか、皮膚って聞くんですけども、あの縫わんでいいってね、先生がね、おっしゃってるんで、っていう、なんかこんなこう、ふてくされた感じの言い方でね、もうその一点張りやったんでね、もう諦めました、僕もね。で、結局、その傷口っていうのは、彫刻刀で掘られたようなね、傷がね、残ってしまってます。
まあ、今でこそちょっとマシになってますけどね、よう見たらほんまにへこんでるんですわ。ほんで3つ目がですね、まあ、ちょっとさっきの話が長くなりましたけどね、彫刻刀の話が長くなりましたけども、まあ、3つ目がですね、まあ、内視鏡でね、その胃の細胞と腸の細胞をね、まあ、採取した時の話なんですけども、これはね、まあ、全身麻酔というかね、まあ、静脈麻酔というね、点滴で麻酔薬をね、というか何やったかな、鎮痛剤か、まあ、鎮痛剤になるらしいんですけども、それをね、入れていくやり方で、その時からね、点滴はずっと、ね、24時間外せなかった時なんで、ずっと点滴してもらったんですよ。で、その点滴の途中からね、なんか分岐みたいなところがあって、でそこにね、注射器でね、チューってね、必要なお薬を注入できるようなね、器具があるんですよ、部品があるんですよね。まあ、それでこう、看護師さんらとわーって喋ってる時に、まあ、それを入れられて知らんうちにふーっとこう寝てしまってて、でそういうふうな言い方で意識がなくなっていく方法をやってくれたんですよ。ほんでね、まあ、それねする前にですね、まあ、その後意識障害や後遺症や副作用が出るかもしれませんのでっていうね、そんな感じのね誓約書にねサインさせられたんですけどね、まあ、そういう説明しかねその時は受けてなくてですね、薬の種類もね聞いてなかったので、まあ、知らされてなかっただけなんですけども、まあその時はねそれどころじゃなかったんでね、まあね、その胃と腸にね内視鏡を入れて細胞を取るんですけどもね、まあ、それをするにはね、なんか腸内洗浄とかっていうやつをねすごい量を飲まなあかんかったわけですよ。でも僕はその時は GVHD 移植変態子宮腫瘍でですね、粘膜障害、臓器障害を起こしてまして、もう嘔吐下痢が半端なかったんですよ。でもそんな胃と腸を洗浄するために2リットルぐらいの洗浄液を1日前に飲まなあかんかったわけですよ。もうそれが苦しくて、で飲んでも吐くし、飲み込んでちょっといけるかなと思ってもすぐ下痢になるし、もう大変やって、悲惨な状態やって、まあそのね、もうほんまグーテーンってなりながら誓約書にサインしたのを覚えてますわ。まあその後遺症とかね、意識障害とかね、副作用とかっていうのが出るかもしれませんって言われてましたけども、こうねやってもらってる最中っていうのはね、ほんまに寝てましたんでね、その麻酔で ね寝かせられてますんで、そんな怖いことを考えてる意識なんてほんまにありませんでした。なのでね、まあ、そんな寝てる間にね採取してもらったので、ほんまに痛くも痒くもなかったです。ほんでね、まあ、全身麻酔が溶けてね、よくねしんどいとかね辛いとか聞くんですけど、吐きそうとか聞くんですけども、まあ、おかげさまでね、僕の場合はその全身麻酔が溶けてもですね、こうしんどかったり辛かったりっていう思いもせずにね、なんか逆に溶けた時はね、なんかめっちゃねハッピーな感じで、すごい爽やかな感じでね、めっちゃ気持ちよかったんです。もうあれはね、ほんまにその入院生活の中でね、すごくいい思い出になりましたね。でもね、なんでこんな不思議な感覚になってしまったのかなーってね、こういう気持ちをね、もう誰かに伝えたいと思ったら、やっぱ看護師さんがしかいてないわけですよ。で、看護師さんに話をしてみたらですね、僕の全身麻酔に使った薬の名前を教えてくれて、まあ、公表はできませんけども、どうやらその薬っていうのはですね、そのまあもう亡くなられたんですけども、まあ、世界で一番有名なね、某ポップアーティストが、そう、常用的に使った麻酔薬やったらしいんですね。で別にこの薬だけが原因で亡くなられたわけじゃないんですけども、その人っていうのはね、でも後で調べたら そちらの、ね、国ではですね、まあ、合法麻薬的な感じでね結構使ってる人がね多かったようです。というね、この3つをしたんですけども、まあ、このうちのね2つはめちゃくちゃ痛かったんですわ。最初の2つはねめっちゃ痛かったんです。まあね、僕は痛がりなんで、まあ、大げさと言われたらしゃあないんですけども、ほんまに痛かったんです。まあ、ずっとね、僕の動画をね、まあ、入院中の頃から、まあ、YouTube やってるんでね、まあ、その頃からね、見てくれてる人たちやったらね、まあ、知ってると思いますけども、まあ、僕のね、あの頃の動画はね、その僕が体で受けた感じた事実をね、お話ししてるんで、まあ、どれだけ痛かったかっていうのはね、お分かりいただけてると思います。でもね、まあ、今回のこのニュースになっている、その肝陽系幹細胞をね、脂肪からね、抽出すると言っていたので、まあね、どういう方法でね脂肪を採取するか知りませんけども、僕が経験したその最初の2つのようなね方法で採取されるんならね、まあ人によりますけどもね、めっちゃ痛いと思います。まあそのドナーとなる人間がですね、自由自在に何の痛みもなくね脂肪をね絞り出せることもないですからね。まあそのね方法としましては、まあ、脂肪吸引というのがあるんですけどもね、よく聞くじゃないですか、脂肪吸引っていうの。
でもその皮下脂肪なら脂肪吸引できますけどもね、その内臓脂肪っていうのはね、脂肪吸引ができませんからね。その理由っていうのはですね、その内臓脂肪というのは胃や腸をね覆ってくれている、腸間膜っていうのがあるんですけど、膜があるんですけども、そこに蓄積する脂肪なので、あの内臓にとても近い位置に存在するのでね、まあ、現在は安全性の問題でね、そこを脂肪吸引するのはできないらしいんですよ。なので採取するならやっぱりその皮下脂肪しかないことになりますよね。でもね、その脂肪吸引にも実はね麻酔をするんですよ。局部麻酔か全身麻酔ですよ。局部麻酔やったら痛いやろうな、まあ人それぞれですけどもね。ほんでまあ麻酔をしてですね、そのメスでね、この数ミリなんですけども、ピュッと切開してですね、まあその深さはどのぐらいまで深くねメスを入れるか知りませんけども、まあその切開したところからですね、この長いストローみたいな細いやつを、その皮下脂肪のある脂肪層までねブスッ突っ込んで、あの脂肪を吸引するんですって。バーってね、なんかその脂肪をね吸い取るっていう行為ってね、考えるだけでちょっと怖いんですけども、まあそのまあ極度のね、あの肥満体型の人とかじゃなかったらですね、まあ5キロから8キロぐらいのね脂肪はね吸引することができるみたいなんですよ。いや怖いわ、考えるだけでも怖いですわ。なんかね、なんかイメージ的には掃除機みたいなこう吸引力があるものじゃないと吸えないわけですからね。まあイメージ的にその脂肪吸引をする人っていうのは、まあ自ら希望されてね脂肪吸引をすると思うんで、まあそういう人たちから吸収した脂肪から肝葉系幹細胞っていうのはね抽出するもんなんですかね。でもそれやったら、この日本全国のね美容クリニックに連絡してね、吸引した脂肪を保管してもらわないとあきませんよね。連絡だけでもね大変やろうなと思うんですけどもね。それかね、血液やね採血でね採取した血液をですね、その遠心分離機でバーってかけてね、その血液を分離させて出てきた脂肪からですね、まあ肝葉系幹細胞をね抽出するんですかね。まあ、血液やったらね、献血センターに、ね、連絡するだけでいいからね、楽ちんなような気がしますけどね。まあね、僕のようなこんな素人的な予想ではね、このようになりましたけどもね、まあ、実際はどういう風にするかね、僕は知りません。まだ調べてね、答えが出てきたらね、まあ、このように動画でね、喋らせてもらいますけどもね。まあでもどっちでもですね、その、まあ、麻酔を経験したり、注射針を刺されたりとかっていうので、まあ、誰かが痛い思いをして、この社会に貢献してくれると思ったらね、ほんまに頭が上がりません。皆さんありがとうございます。まあこの新薬のね、某新型感染症へのね臨床試験っていうのはですね、まあ、重症患者をね対象に来月か8月から始まる予定なので、まあ、是非ともね成功してね、これが世界に広がってくれることをね願いましょう、みんなでね。ということでね、今回はですね、人間の脂肪からですね、感染症の重症化を抑える新薬を作ることができるかもに対して、この脂肪を採取する時の方法が、まあ、僕の経験した時のようなことが行われるのかなと思ったら、めっちゃ痛そうやわーっていうお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。